はいこんにちは相手のセンターは泉の霊人ですマナスピードが遅く回復を持ち厄介なミニオンを呼びますこのミニオンマナを削ってきます、えー、こちらは霊人さんをもう最初にパズルでぶち抜くために赤単色という手もあったと思うのですが 今回は霊人さんに霊人さんで対抗してみようかなとゲフジョンもいるのでミニ,ニオン使いは良くないのかもしれませんがちょっと対抗意識を燃やして霊人さんに霊人さんをぶつける作戦ですまた相手の霊人を止めるためにピーターズも入れましたはいでは行きます 盤面にそこそこ緑ありますねえー、ピーターズをうまいこと発動できそうですかねはいではこれでえー、っとまずはイベリンですかね はいでは霊人さん倒すことができましたので順調ですねではえ先にサルタナをいきましょうかえパズル的にゲフジョンを後回しにしました はいえー、サルタナはスキルを発動できませんが初戦沈黙なので次打ってきますねでは、えー、こちらもエージンさんをスキルを発動できるのでおおサルタナ一撃すごいですね、えー、サルタナコスチュームの一撃は本当に必殺ですよね こちら盤面に緑が少ないので盤面に緑を呼び込もうとしていますこれでサルタナをそろそろ倒したいなよしでは、えー、ゲフジョンを黙らせましょうか えー、こちらのミニオン奪われるのも嫌なので、はいえー、ゲフジョンを黙らせて今は無駄玉処理をしていますピーターズはこれはうまいこと言ってるんですかねああ防衛チームのゲフジョン ミニオンミニオンを狙うとは限らないんですねそっか、えー、防衛チーム組むときに参考になりました、えー、ミニオンがいるときはミニオンを狙ってくるんだと思ってました えー、ゲフジョン別にミニオン奪いがなくても一撃重たいですね強いですねすごいゲフジョン強い <laughs> えー、これでいけるかな 優勢だったのに危うく負けるところでした。えー、ギフジョンの攻撃力を舐めてました。サルタナばっかり怯えて。えー、では、えー、っと、一旦ビビカにスキルを発動させようと思っています。はい、えー、こっから、えー、 ビビカを倒す作戦ですスキルで倒そうと思っていますビビカの回復こちらも随分英雄が沈んでビビカの回復に捕まると終わらない可能性があるので えここででは沈黙を使い時間稼ぎをしはい時間稼ぎをしその間になんとかはいえ序盤優勢の割には後々苦労しました。 はい、ありがとうございました。サルタナの一撃必殺とゲフジョンの一撃必殺、どちらもすごいですね。はい、ありがとうございました。